こんにちは。今日は iPad を使って行った国語の伝えよう委員会活動の授業についてお話しします。この授業は子どもたちが普段行っている委員会活動についてリーフレットにして伝えようというものです。 iPad で子どもたちにこのようなカードを配りました。子どもたちはこのカードに思い思いにレイアウトをしながら作品を作り上げていきます。紙ではできないような写真を貼り込んだり色を使ってレイアウトをしたりと自由なカードを作っていくことができました。このカードは完成すると印刷して子どもたちに配りました。そのカードを見ながらお互いにカードの良いところを見合って iPad に記録していきました。こういう授業を行ってみたらどうでしょうか。それではリーフレットを作ってみましょう。メタ文字ノートを使うと、文字を自由に色をつけて書いたり、撮りためた写真から必要な写真を選んで自由にレイアウトすることができます。こんな授業いかがでしょう。